ょっと待って、これどこに隠れたらいいかわかんないよ。みんな隠れろ。どうも、ハイハイジです。いやでもハワイアンズ来た感じしますね。水着に行きましたよ。スポーツリゾートハワイアンズさんの営業時間前にお借りして、もう貸し切り状態ですね。あらー、ありがとうございます。ご紹介ください、ハワイアンズ。よっ、ありがとう。今回ですね、2回目の企画ですね、かくれんぼします。よいしょ。いや、もう正直ね、ここめっちゃ懐かしいんですよ。ちょっちゅう来てた、あの家族で。いや、思い出が深いね。ダンサーが足つかない頃から来てるから。マジで、めっちゃめちゃ来てる。あれじゃハワイアンズフレンズだ。ハワイアンズフレンズだから、やっぱかくれんぼって地の利を生かすことが一番重要だから。大事です。ここ知ってるってかなり有利ですから。知り尽くしてるから。いい気持ち。ここはあれです、水着流れの温泉エリアらしいです。あー、そう、その通り。僕初めて来たんですよ、ここ。来たこと。ルールを説明しますね。はい、じゃんけんで、ルール説明するっつったの。やばいよ。時間ないって言われてる。時間ないよ。お疲れでした。あったかい。あったかいですよ、もう。ちょっと確認。なんで。大丈夫。大丈夫。あー時間ないって。時間ない、時間ない。じゃんけんで、鬼一人で隠れる4人を決めます。隠れる方は協力戦で、水中あり、通路あり、殺虫をかけて、ソードは頑張ってください。監視台的な高台に、あの、あそこですね、鬼の方が移動してもらって、はい、あそこで全員探し出せるか。で、全員2回戦行います。5分間ね。5分間、うん、結構急ぎですね。だね。じゃあ鬼にバレないように移動するのも全然ありです。はい、はい。あ、じゃあ水中に潜るのも全然ある。今回シュノーケルとかもあるらしいんで。マジで。じゃあ鬼を決めていきましょうか。じゃんけんで。じゃんけんぽい。じゃあ、はい、こちら。じゃあ俺が鬼です。うわ、知り尽くしてるやつか。詳しいやつ。うわ、寝たくないんだけど。ちょっとシュノーケル行くとこか。あ、おい、めちゃくちゃ言うやん。鬼はユウトですね。鬼誰ですか。ユウトあそこに移動してもらって、その間に僕ら4人隠れるんで。はい、じゃあ早速行きましょうか。よーい、はい、はい。1、2、3、4。え、なんかさ、これ協力戦なんでしょう。ガリさんに聞いた方がいいよね。こっちの方はね、意外とね、もう厳しいかもしれない。なるほどね。なんか俺、この中めっちゃ気になってんだけど。いや、この中は正直ね、相当いいよ。相当いいんだ。相当いい。正直相当いいんだ。この角度さ、ね、かなりいい。これ上はないんだ。上はね、覚えてない。1分か、そうっす。待って、これどこに隠れたらいいかわかんないよ。結構時間ないよね。話してる時間なんて長かったな。あたい、じゃああっち行くよ。俺こっち行く。定位置って見つかる気がするんで。あ、僕逃走中でしたんですけど、結局この円って永遠にこういけるんですよ。もうこの円でちょっと探り合い、完全にいけるわ。じゃあ俺はここにシュノーケリングで隠れようかな。どうぞ。ちょっと死ぬ。死にそうになりました今。14、15、16。ここいけるのでは。シュノーケル欲しいわ。間に合うかな。やばいやばい。40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。
の洞窟の中が一番隠れやすいとは思うんだけどな。いやでもね、もう正直ね、今ね、どうしよう。でも5分あるからなんとなく隠れやすいところが分かる気がする。かしこ、ここバレないだろ。やばいやばい、そこいない？ああ、ガリさんバレる。ういよ、いた。誰だこれ、こいつ。これ誰だ、これ誰だ。んこれ以外ですね。見つかった、見つかった。死ぬけ、死ぬかと思ったね。全然うまく使えなかった。よし、行くか。残り4分。よし、よし、いいんじゃない。みんな隠れろ、隠れろ。いや、正直な、隠れるんだ。いや、でもあの洞窟がやっぱ一番怪しいんだよな、正直。隠れるんだ。やばいやばい。いやー、いいやつ長いね、ここ。意外とないもんだな。見せ、これ逃げた。これ2分半。マジで。はい、水木くん見つけた。はい、水木くん見つけた。やったー。うわー、あー、見つかった。バレた。来た。思ったより早くバレました。しまっちゃんがあの洞窟の中にいるんだね。ないな。佐久間と橋本さん。いないね。終わりました？もうちょっと。まだもうちょい。やべ、苦しかった。あー、苦しかった。シュノーケリングって結構苦しいんだね。1分。最後はどこだ。1分前。やばいやばい。最後はどこだ、あいつ。やばい、来た。
こ行ったんだ、佐久間。どこ行ったの、佐久間。うまかくれんの。ほら、動かないほうがいいな。こじんまりしてこ。いや、わからんわ。佐久間、頑張れ。やばい、いない。やばい。むず、どこ行ったんだ、あいつ。これは勝った。いや、あいつどこ行った？ああ。はーい。はーい。そういうことか。このどこにいたの？もともとそのユウスが下ってくる階段の真下にいて。ガチで。それ目の前にスーッと取り過ぎてって。で、上がってってずっとこういた。全然分かんなかった。やったね。いや、悔しい。最高の眺めでしたよ。勝利ですね、今回は。5分って意外とね、短く感じんね、大仁川からすると借りてる側めちゃめちゃ長い、長く感じた。じゃあちょうどいいラインなんだろうね、今。いける。いや、6分そうね、今回なんか浮き輪をプロに散らして。そうそうそう、次の鬼どうしますか。じゃんけんで決める。じゃんけんせーの、じゃんけん、ぽい、しょそれやっちゃう。じゃんけん、隠れろー。マジ。あ、今から1分数える。1、2、3。さっきの白蹴りがもうオワコンだってこと気づいた。でね、移動戦法はありだよね。いや、そう、一定の位置に属さないってやっぱ賢いよね、うん、やっぱ一回行ったとこあんま行かないから。これやっぱ潜ろう。56 57 58 59 60、いきます。一回ちょっと外からじわじわ行こう。顔出てるの、あれ。あ、出てないか。あいつバカだからな、意外とこういうところで目配ってないと思うんだよな。いや、バスタロー中に隠れてます。怖すぎる。いや、これはじっくり。いや、ないな。あら、さっきあそこ案内積み上がった。お前、体張んないか。あ、いたわ。くそ。早すぎるだろ。ガリタに行って。早っ。ちょっと待って、早すぎる。おい、待て待て待て。なんでこんな早く回るんだ、俺ばっかり。違う違う。今、やってるから、俺。早いよ。早いって。いや、もう。あいつやってんな。あいつ視界で邪魔してくるのマジやめてほしいわ。いや、でもちょっとね、一回はちょっとこっち側待ってみよう。あ、いた。橋本涼見っけ。あの人見つかってないと思う。みっけ。あれ知らん。知らんのか。私のゲーミングしてるよ。いや、ちょうど上がったとかね、やっちゃった。くそ。で、ね、一回ちょっとこっち側待ってみよう。あ、いた。橋本涼みっけ。佐久間、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 あそこにさっき俺隠れてたからな。次は探さないと。ここ、ここ、そこのくぼみのとこ。そうそうそう。
ウォータースライダーですか、あれが。いや、あんなんできた日本一です。いや、知らなかった。いやいや、ちょっと早くないですか、話しかけんの。佐久間見つけたいんじゃない、せめて。やべえやつ見つけた、これやばいって言うんじゃん。ゆざくん、みっけ。そういうことね。ここね、ゆざくん、みっけ。怖すぎるわ、普通に。またやべえ、佐久間だけだ、またくそ。いや、佐久間、あいつどこだ。ゆうた、あと誰か見つかってないの。佐久間、佐久間くん、お前の補助がここっぽいな。アクちゃん見つかんない？公園じゃないよ。いや、いないな。いや、また上？そんなことないよね。ちょっとダメ元に行ってみよう。時間の無駄だと思うけどな。いや、ちょっと一回ここから見よう。あ、そっか。やばい、全然わかんない、坂間。よし、動こう。頑張る、サッチャー。ちょっと降りてみて、そこ。やだ。ちょ、降りて降りて。ダメ。そこじゃない、なんもないよ、俺んとこに。え、ちょっと待って、マジでわかんない。俺んとこになんもないって。なんでこっち来んの、関係ないって。本当に、俺クプラジオだけだから。本当本当に俺やると思う。時間もったいねえぞ。よくお前そっちばっか片倉に疑うよね。いや、なんか、あいつ全然見つかんないんだよな。急いだ方がいいよ。いや、佐久間いねえな、あいつ。絶対見てると思うんだよな。うん。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、タイムアップ。どこ？おしまいです。佐久間ね、そっちの方です。合ってます、合ってます。どこ？いや、合ってます、合ってます。え、お前どこいた？どうも。そういうことか。こちらでございます。奥か。奥です。だるい。マジでさ、うるさいよ。お前も見つけてるからな、お前は。いや、待って、マジでこれうるさいんだけど。ということで、はい、2回戦でも僕らの勝利ですね。イエーイ。ゲストの私たち、僕らって言いますけど、ほぼ佐久間だよね。違う、チームプレーだな。違う佐久間強えよ、これ、ね、いや、重いね、これね。この後もね、あのハワイアンズ曲、いわき市の曲、どんどん続いていきますので、はい、来週はどんな企画が待ってるんでしょうか。ということで、以上、ハワイアンズでした。ありがとうございます。はい、次回予告どうぞ。前、4、3、2、1、はい、次回予告どうぞ。プール最高、潜水対決です。あ、すごいわ。すごい。あ、入ってる早そう。あれ、あ、曲がってる。当たんなくていいよ。医療ドキュメント。ダークシーノマンバイ。君にとって明日はどんな未来だ。これ後ろに流してください。